まあ、ダレツヨ道場では、はい、その姿勢、動き、リラックス、意識によって人はつながると。なんでこうやったらいいのかっていう説明って、うん、結構難しかったですか。オス、ルオです。オス、ウィです。オス、キクノです。おはようございます。今日はレジェンドの菊野さんが来ていただいてますけれども、はい、本当ですよ。先ほどあのお二人とチャンネル見させていただきましたけれども、ありがとうございました。疲労困憊というか、もう精神打撲というか、あるんですよ。菊野さんのチャンネル、えぐいよ。もう、えぐいやろ。ちょっと僕嫌いになった。もう過去一、俺見てて過去一痛そうで、過去一そこに笑いが起きんから、シュールすぎるんよ。シュールに蹴られて、ぶつかれるだけっていうね。この笑顔で、ヒヒバカーって。怖いっすよね。本当に素晴らしかったですね。素晴らしい。素晴らしい。僕らね、数日前、はい、セミナーやったじゃないですか、はい、でまあ小学生と大人とこう教えていったんですけど、うん、あのこうやった方がいいよっていうのはなんとなく分かるんですけど、はい、なんでこうやったらいいのかっていう説明って結構難しかったですね。難しいですね。ね、それをさっきのコラボの撮影の時にずっと菊野さんいろいろ説明してあって、はい、なんでこうなのかっていうのをなんかすごい説明がうまいというか、なんか理解がすごい、うんうん、僕がね嫌いなんですよ、その、はい、よくわからないことを練習するっていうのは。理論的に勝たなきゃいけないじゃないですか、はい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 、だから勝つために最善を尽くしたいわけで、はい、わけのわからん時間を使いたくないわけですよ、ね、だからね、必死なわけですよ、はいはいはい、だからちゃんとそこに絶対強くなるって確信が欲しくて、あ、そういうこと、だからその理屈がやっぱ知りたいってありますよね。コラボ その撮影の風景見させてもらってたら、つな、はい、ぐっていう、あ、つなぐ、はい、キーワードと、そうですね、伸ばすっていうキーワードですか、はいはい、立てるとか、はい、なんかそういうキーワードがあったんですけど、はい、僕らは固めるとか、うん、握るとか、 なんかそういう単純な感じなんですけど、はい、なんかその辺のキーワードのなんか細かい説明とかしていただいてもよろしいですか。ぜひしてみて、よろしくお願いします。これは絶対有料級ですよね。え、本当に、はい、まあ、ダレツヨ道場では、はい、その姿勢、動き、リラックス、意識によって人はつながると。つながる、はい、まあ、これ言葉の、ね、違いなんで、それぞれ例えば一体化するとか、はいはい、何でもいいんですけども、はい、でその何をしてるかというと、まあ、簡単に言うと伸ばしてる、伸ばしてる、はいはい、もっと言えば縮まない、縮まない、そう、もっと言えば筋肉、はいはい、筋肉、そう、ここを目指して姿勢、動き、リラックス、意識をやってるって感じですね。はい、はい、どういうことでしょう、はい、すごい単純に言うと、はい、今これ曲がってるじゃないですか、曲がってます、まあ、ここをちょっとまあ縮んでる状態、力んでる状態、はい、でこの状態でこうやるとこう力がこう逃げちゃうよね、はい、だこれが今つながってない状態です、ね、あ、なるほどね、でこれをまあ伸ばすというかね、このこういう状態、はい、これがまあこうするとまあ力がこう逃げない状態、はいはい、すごい簡単に言うとこういうことですね。うーん、もっと言えば例えばこれが今緩んでますね、はい、緩んでてこの手を引っ張っても体に響かないですよね、はい、これとこれはまあ切れてるわけです。うーん、でこれをもうちょっとこう力抜いていくかね、これがここが今グッてこう押そうとするとここが縮んじゃってやっぱ切れちゃうんで、はい、力抜いておいてもらって今このぐらいの感じ、今こことここが張りが起きてるんですよ、今糸電話の糸みたいな張りができてるんですね、はい、だ今これでこっちを動くとほら体が動く、ああなるほどなるほど、つまりこういうことです、今伸びてるから、こことここがつながってる、つながってる、はいはいはい、もっと言うと縮んでないから、縮んでないからこことここがつながってる、もっと言うとここが均一だから、要はここがグッて濃くなってるとここが切れちゃうんですけど、はいはいはい、ここが均一だからこれがちょっとした動きがここに響くと拳をしっかりこう揃えて、はい、まあ、肘肩手首肘肩で負けないようにこう固めて打って、はい、自分の体重を全部乗せようっていうのを教えるんですけど、はいはい、皆さんやっぱりこのまず手首のところで曲がったりとか、はいはい、一番難しいのは肩、はい、で肩固めた方がいいよっていうとぐっと力入れる人が多いんですけど、はいはい、どうしたらここがこう一体になるのかな、それの説明が自分ができないんですよね、まあ、この関節の並び方が悪い、骨の並び方が悪いと、はい、そこが頑張っちゃうわけですよね、うん、だからそこが力みになって、はい、
縮んじゃうわけです、はいはい、だから繋がらないんですよね。骨をうまく並べることで力まない体になるわけです、はいはいはい、力まないでもここからかかとまでが抜けるようになるとどこも縮んでないから体が一体化する。だからこの状態で地面を蹴ったらその力がここに響くと。ここの力みが僕に伝わってて、はい、あの要は切れてるから僕も切れててこういう動きになるんですね。うーん、人ってつながるんで、はいはい、釣り合うというかね。だからそこを力抜いてもらって、そう今フルコンさんが体が一体化してます、はい、でその状態で足で軽くずる、そうそうそう、だから僕体ごと持ってきます。うわー不思議っすね。釣り合ってるから僕のここ持ち切れてないから一体化して動いてしまう。感覚的には分かるんですけど、はいはい、それを伝えるってすごく難しいんですよね。そうですね、僕らはやっぱすぐ力みますね。はい、はい、そうですね。だからそれを力、要は縮まないようにするっていうのがの手段の一つとしてこの骨格を並べるとか、並べる、あとまあ呼吸するとかもそうですね。はい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 、動き方、要はこういう動き方ってあのこの重さをここを支点に持ち上げてるじゃないですか、はい、これきついわけですよ、はいはい、だからこれだったら例えばこうやった方が力まないわけですね、うん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 、こういうのはきついけどこれを近づけてからこうやると全然違う。だこういう力まない動き方っていうのをやるとそのリラックスするのでつながると、はい、姿勢動きリラックス意識、はい、なんかご飯粒取りいくようにいくと手から先に動くっていう、そうですよ、の繋がってるんですか。普段絶対やってるんですよ。例えばコップを取り行くときにこうはやらないと思うんですよ、ね、こうやります、ね、そう自然にドア開けるときとか、はい、普段僕らはやってるはずなんですよ、手から、はい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 、だけどなんか相手がいたり戦うってなったときにこうやっちゃうんですよね。競技になればなるほど、はい、ぶつけに行ってしまう、はいはいはい、人は無意識で最善の効率的なことやってるんですけど、はい、何か意識が入った思考が入ったときに不効率なことやっちゃうんですよね。あこれでパンチを打つとリラックスできてるから効くんですか。そうですね、体がつながってますし起こりがないのでとても実践に有効な攻撃ができます。あまずちょっと気をつけしてもらっていいですか。気をつけしてもらってで右手をこう出してください。そうですね、で今これバランス、まあ、崩れないじゃないですか、はい、これ無意識にフルコンさんがこっちに体重を寄せてるっていうのが分かりますか。うん、ちょっと何だろう、はい、本当にフルコンさんがまっすぐ保ったまま力抜いてこうしてたらこういきます、ね、そうなんですよ、ね、はい、物理的にそうなはずなんですけど、はい、人は無意識にバランスをとってこっちにこう寄るんですよね。そうですね、はい、そうしないともう普段僕ら日常生活が歩めないと、はいはいはい、でそれに従っていくのがこの感じなんです。あ、このこれに従って感じる。そういうことです。あほちょっと動いたことにそこに従っていく。普段僕ら例えばこうやって打つじゃないですか、はい、これって重心移動してないんですよ、はい、ここにいるじゃないですか、はいはい、ってことは安定しちゃってるんで、はい、これがこうなると重さが移動してるってことですね。あ普段の2人俺らの組でもう、はい、なんかそうやこうパンチ打った時にこうちょっと流す、そうですね、こう流していくやんか、ストレートですか。意外とでもそういう人って少なくて、はい、バンバンバンってここで打つ人が結構、うんうん、あじゃあ無意識にやってんすね、そういうね、重心移動。ただそれはいいのか悪いのか全然何も分からんままやってたけど、ね、やっぱ無意識にできたんですけど、そのいずれできなくなる時ってあるじゃないですか、要はなんで衰えもあると思うし、はいはいはい、でこれが逆に意識にしだすと確かに一生できるじゃないですか、はいはいはい、となんかめちゃくちゃ今日いいこと聞いてます。いやこれすごいよこれ、はい、確かにそうっすよね、はあ、そうそう今これを手上げたらこっちにこう重心が移動すると、はい、でそれにじゃあ顔で今度はやりましょう。顔は首の骨ちょっと横見てますか。首の骨ってこう後ろの方についてるので、まあ、顔重たいので、まあ、純粋にこっちが重たくなって転こっちに行くってこともありますし、ここにこう筋がいっぱい引っ張らつながってるじゃん、皮膚もつながってるじゃないですか、はい、こっち向くとこっちに引っ張られるはずなんですね、こっち側ね、はい、そうそうそう、どっちのイメージしやすい方でいいですよ。そうそうそう、はいはい、わかります、わかります。僕ら無意識でやってるけど本当はね、ちょっとこう向いただけで本当は倒れるんですよね。本当だ、へー、これをこれをですね、はい、このこういう立ち方でやるんですよ、はい、あ見たことある。内反地立ちって呼ぶんですけども、これは普通の平行立ちとは違うんですか。
ですね、この膝を張った時に膝の下にこれはすねの骨がまっすぐなる感じがいいので、もうちょっと閉じた方がいい。そう、今そのぐらいかな。膝をグッと外側に張ると。そう。で、すねの骨の延長で立ちたいので、まあ、この辺ですかね、すねの骨、はい。この辺に重さが乗るようなイメージ。だから足首の力抜いといた方がいいですね。骨の上に骨が乗っかって、要は頑張りたくないんですよ。はいはい、重さは骨の上に乗っけちゃう。乗っけるだけ。はい、そうそうそう。で、今ここの膝をめちゃくちゃ張ると膝関節、股関節のゆるゆる感がなくなるんですね、はい、遊びがなくなる、さっきのこうキュッてなったのがピンと伸びるんですね、はい、そう伸びる伸びる、はい、で、ここも伸ばしたら膝をちょっとこう張るような要はこれがこうなってると縮んじゃうんでスッとこう伸びる感じ、そうそう、どこも縮まない、腰も反らないし、はい、縮まない、そう、これで今体が一体化している状態になります、はいはい、でその体が一体化したまま顔によって動くっていうのが内反地の傾向です。で今この状態でもうバランス取っちゃうんですね。取っちゃいます、はい、なのでこれがちょっと動いたらもうこう動いていかないといけない、こっちに重心が、そうそう、重心がこっちに寄ります。はあ、ちょっとむずいな。そう、力を抜かないといけないですね。ちょっとしたでもここら辺が張ってるんで、はい、そうそうそう、抜きづらいですよね。抜きづらいですね。そう、形は全力で作るんですね。この姿勢は全力で作るんだけども、それ以外のことはしない。力を抜く。動かないとしたら2パターンで、バランスを取っちゃう。要はこっちにしたのにこっちに戻しちゃってるか、どっか力んでて止めちゃってるか、はい、そうですよね、はい、でもなんとなくわからないです。こっちにこうちょっと動く、ちょっと動いてる。ちょっと動いてますよ。体ね。そっちに動いた時に、ここの股関節に重さがちゃんと乗るんですね。乗っちゃう。そう。重さがそのまま、そうそうそう。はい。そうですそうです。で足を交差させて、前に交差しますね。今度は今こっちの足に体重があるのを、こっちの足に重さが移ってきます。そう。そしてこっちに全部移ったら、この足にを向こうに持って。そうそうそう、重さをいかにロスなく移動させるかっていうのがこの内反地。上にね、地面を蹴っても体重が浮いちゃうので、うん、上にも行きたくない、下にも沈みたくない、はいはい、平行移動ですね。重さをまとめたままロスなく平行移動したい。ちょっとした動きで体を揃えたまま動かすというのがこの内反地移動ですね。めちゃくちゃむずいっすね。へえ。この移動をずっとやるんですか。そうですね、これがもう基本であり奥義なので、これがちゃんとできればもうちょんちょんとやっただけで威力が出るので、こう伸ばすかね、はい、そう、こう縮めるんじゃなくてこう伸ばすかね。俺はこういう技使うよみたいな、もしあればちょっと振り子もやるんだったらか、こういう状態で打つと力が出る。痛いでしょ。もうね、痛いですよ、ね、丸太ない。